大規模なコミュニティ大会のルールとカメラ関連。んーとね、これはね、結構難しいと思うなぁ。ダイオットの公式大会ね、結構凝ってると思う。なんだかんだで。めっちゃルールめんどくさいんだよね。それで言うと。俺が、ここにね、こうやって置いてるじゃん。これを。この三脚をね。これを置いてる理由が、本番ね、こうやってやって、この状態でカメラをこうやってつけて、 自分の背後から不正してませんよっていうゲーム画面を映すカメラが必要なのよ。だからまずこれを置くのね。本番は。これにもう一個条件があって、これわかるここに部屋の扉があるんだけど、こういう感じで部屋の入り口も誰も入ってきてませんよっていうのを見せとかなきゃいけないわけ。めっちゃめんどくさいの。まずこの部屋の中に僕以外に誰も人がいませんよっていうのと、例えば扉を開けて誰かと会話をしたりとか、誰かがいますよっていう状況になっちゃいけないのね。 だから、これをまず証明しなきゃいけない。しかも、ここで、ディスコードのカメラで、それをずっと試合の間放映し続けなきゃいけなくて、携帯だからね、バッテリーがめっちゃ減ってくの。充電しながらやらなきゃいけない。もしくは、充電が切れないようにしなきゃいけないの。だから、充電器つなぎながらやるんだけど、これも高い高さにあるから、充電器も長いのつけなきゃいけないとか、クソめんどくさくて、プラス、このカメラだよ。プレイ用のカメラもつけなきゃいけない。自分の顔を映すためだけに。めんどくさいでしょ、めっちゃ。 これをね、大会の運営が用意してくれるわけでも何でもないんですよ、これを。自分たちで用意しなきゃいけない。このウェブカメもね、どっちも。チームが貸してくれるところもあるし、チームがくれるところもあるんだけど、基本的には、どのチームでも。例えばアマチュアチームが大会に出た場合、これをやらなきゃいけないの。自前で用意して。必要って言われて、買わなきゃいけないんだよ、自分で。やばいでしょ普通に。 だからまあこれは俺はノーセップの時に買ったやつなんだけど、配信用に。元から持ってるやつだしいいんだけど、まあこれと、こっちは、大会運営が推奨してるのは、もう一個の PC を用意して、PC からこれを放出しろって言い出すの。無理じゃん、絶対。どうやって自分の部屋にもう一台 PC を置いて、その上で、こいつでディスコードを起動して放出するの。無理じゃん、絶対。この大会のためだけにだよ。無理でしょ。俺も一台しか持ってないよ。 プロゲーマーでチームからレンタルとかしてもらったとしても1台しかないよ。普通に。 背面カメラをずっと放映する用の PC なんかもちろんないから、じゃあ、携帯になるわけじゃん携帯もさ、俺は割と新型のやつ使ってるから、バッテリー持ちもそんなにめっちゃ悪くはないから、BO5 でずっと充電なしとかじゃない限りはバッテリー持つんだけど、例えば古い携帯の人とか、マジで充電一生つなげてないと無理なんだけど、これさ、俺たまたまね、そのところの後ろにコンセントがついてるからいいんだけど、背面カメラを設置する位置にコンセントない人とかだったら、これ充電もできないじゃん 充電が止まらないようにするには、これのためにモバイルバッテリー買わないといけないとか、そういうのもあるのね。だからやばいんだよ。本当に。ここまでをやってくださいって、アマチュアチームが出る大会の予選で言えますかって言われたら、俺は無理だと思う。だって管理できないじゃん。でね、大会運営の人、レッドブルの大会は、おそらくだけど、一チーム一人じゃなくて、一人で二チーム分回してるから、こんなカメラ見てる余裕ないと思う。だからね、めっちゃめんどくさいんだよ。 超だるいでしょ今の聞いたら。俺は部屋の形がこんなになってるからさ、モバイルバッテリーをこのスニーカーのケースの上に置いて、コードつなげてとかできるけど、全員の取りがこういうわけじゃないから、クソだるいよ。本当に。こういう大人の事情があります。俺実家の時は、まだね、ティア1のリーグが始まる前にあった LCQ っていう大会があったんだけど、それは韓国のアフリカ TV っていうやつのアカウントを作って、アフリカ TV で配信しながら背面カメラを映せって言われてたの。 配信が切れたら、ずっと PP 入んの。ガチでやばかった。ライブ配信とかって、めっちゃ熱持つのね、1時間回してたら切れんの、電池が。フル HD で後ろから画面映すから、秒で切れんの、充電が。それが切れた瞬間に、めちゃめちゃいい流れで、よっしゃ、今俺たちやったってるで、みたいなラウンドで、急にタイムアウトって言って、テクニカルタイムアウト入って、はい、カメラ、みたいな言われんの。やばいじゃん、普通に。 めっちゃいい流れ来た今から逆転するぞよーしとか言ってる間にカメラの充電切れて、はい、お前らカメラやれみたいな感じ。みんな試合中にこんな感じだよもちろん死んだ後だけどね。死んだ後、うん、大丈夫かなみたいな。ピピ入ったってもう誰みたいな感じで、ずっとこんななの。本当に。やばいでしょだからね、これをね、サードパーティーの大会に求めたりとかするのはね、結構俺は現実的じゃないと思うんだよな。 もちろん VCT はその分、ティアワンに上がるチャンスがある大会だから、不正とかは一切許せないじゃん。サードパーティーの大会でも不正とか許せないんだけど、そういう大会よりもより一層許せないから、こういうことまでしないといけないとかっていうのが、まああるんだと思うんだけど、俺の理想だけで言うと、こういう感じのことを求めるのであれば、会場でやらせてって思う、俺は。 そしたらだってもう運営が勝手にさ、後ろからも撮ってるし、見てるし、承認できるんだから、わかるじゃんって思うけど、別になんか無観客でもさ、e スポーツ施設みたいな、例えばネカフェでもなんでもいいから、貸し切って、そこに10人とか、もうそのチームのメンバーバーンって集めて、はい、これ試援しろって言ってる方が、まだ現実的なんじゃないのって思うけどね。まあできないんだろうけど、予算的にも。まあ無理なんだろうけどね。でもそっちの方が現実的だと思うわ。 レッドブルの大会カメラがないとかやろうと思えば通話入り方で。半分本当、半分嘘やね。なんでかっていうと、例えばだけど、みんな見れてるこれさ、俺のディスコのサーバーだけど、ほら、これ誰かがさ、入ったらわかるじゃん。大会運営はこれは見てる。あと、わかるわかるわかる。この、何もなくてもマイクミュート外れてるのも見えるのよ、これ。今喋ってるなとかわかるわけ、これ。 ここの、これが変わるから。だから、誰かが入って喋り放題とかそういうことはないです。誰か違う人が通話に入ったら分かります。見えるんで。 そこまでガバガバではない。でも、会話の内容とかを聞いてるわけではないから、ここで例えば一瞬だけ入ったり、コーチがマイクミュートを解除して喋ってたとしても、わかんない。喋った内容とかが。間違えて手が当たってマイクミュート解除しただけですとか、そういう言い訳したとしても、実際は喋ってるかもしれないしっていう、なんかそういう、いろんな疑いは持てるよっていうのは事実ではある。でも、そんなことが曲がり通るような仕組みでは一応ないから、そこは安心してほしいというか、まあ安心できはしないんだけど、って感じかな。 いくらでも疑い出したら疑える環境ではある。そこは間違いないと思う。でもそんなことはないから安心してね、みんな。大丈夫です。ここまではひどくない。逆に言うと、梅川から信用されてるからこその仕様って考え方はないです。そういうね、感じではない。さすがに。ゲームの界隈で、いくらでも不正ができる環境で信用するっていうのは、まずやっちゃいけないことだと思う。俺は。 公平性がない条件下だから、信用するよりは信用しない方がいい。信用してるからといってカメラをつけないでいいっていう話でもないと思うから、そこに関しては俺は違うと思うけど、じゃあなんでこうなったのっていう話をすると、俺個人の意見では予算的な話だと俺は個人的には思ってるけど。 え、でもさ、社会はさ、信用で成り立ってるって言うけどさ、例えば、陸上競技だったり、俺あんまり知らないけど、プロレスとか、ボクシングとか何でもいいけど、ああいうのって、自己申告で、じゃあ60キロですって言ったらさ、60キロでいけるわけじゃなくて、試合や,やる前にちゃんと、体重計に乗せられたりとかするじゃん。その階級でエントリーすることに信用はされてると思うけど、一応ちゃんと確認とかが入るじゃん。だから、それが、一応カメラなんじゃないゲームっていう、不正ができないみたいな。 そういう意味で言うと、不正してるしてないは、一番はバンガードだと思うんだけど、第一はね。第一の信用はバンガードで、これが作動してない限りはチーターじゃないよっていうのが、まず第一の信用度だと思うんだけど、結局同じ環境でやらないから、バンガード以外にも不正ができちゃうから、そこはね、あれだよね。これ本当に例えばの前提の話なんだけど、後ろから何もやらない。 っていうことだとしたらさ、どういうことができるかっていうと、みんなが知ってるアプリケーションとかで言うと、ディスコード以外だったら、例えば LINE 通話だったり、あとは Skype とか、他のアプリとか、チームスピークってアプリとかもあるんだけど、じゃあ裏で多重起動させました、ディスコードで味方のメンバーのやつをサーバーミュートします。じゃあディスコードからの音は聞こえない、後ろのチームスピークでコーチ含め全員で喋るってこともできるのね。わかる言ってること。 だから、そういう不正の仕方とかもやろうと思ったらできるのね。いくらでも。でも、後ろの背後カメラがついていることによって、こういう不正もしてないですよっていう証明になるから、だからちゃんと、そういうことができないように、後ろから見張るっていうのは俺は大事だと思う。いくらでもやろうと思えばできると思うよ。そういうのはね。やり方を知ってる知らないとか、そんな方法あるんだとか、わかんないだろうけど、やろうと思えば、ネットはいくらでも不正ができるから、 バロラントで不正しなくても、他のことでいくらでも不正ができちゃうから、さっきもちょっと言ったけど、こうやって YouTube で画面開きながら、ここに置いときますみたいな。ここにね、配信見ながらやりますみたいな。敵がこういうウルトとか、こういうマネージ状況の時、さっきこういうことしてきたから、次こうしてくるのかなとか、あ、さっきのラウンドオペレーターセーブしてる。あ、これオペレーター持ってんじゃんとかできるわけじゃん。言ったらね、遅延がそんなに入ってなかったりとかすると、そういうこともできるわけ。 そういうのも全部一切やってないですよっていう証明をしなきゃいけないから。だからね、まあ難しいね。もちろん不正はしてないだろうし、不正をするようなやつがプロそもそもやるなっていう話なんだけど、そういうのがいくらでもできる環境っていうのは不信感を持つから、どっちの名誉のためにもやった方がいいよねっていう話ではあるよね。